近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。白洲にも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。そこのお方、温まってってくれ。お主、武志か。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか。大見への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。肩ぶり深いから最もな訳があって苦労に従ったんだろうね。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めればユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。
멋있어. 빨리. 木こりの宿営に向かおう。三階様、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。だがノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐ。今の見ました。ユナのやつ変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。
こんなのケダモノがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。今だ。殺してやれ。志村様が援兵を募り軍を作ったと聞いた。なぜあんたが率いない？志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦あんたのものじゃないのか？志村殿には城がある。南門から聞こえた。様子を見てみる。ついた。言うな。まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしても火槍の良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って火槍を奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。橋を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。の戦士も一緒だ。今は戦え。どれだけ待たせんのさ。待たせてます。嘘か言って。なぜ門を開けるまで待たなかった。ノリオ。
取り込んだ。しかし随分と腕を上げたの。励みましたゆえ。別人のようだ。奴らのみです。では早く殺せ。なんとかなったね。さあ砦を奪いますよ。おのおの方怪我を。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。